皆さんこんにちは、亀丸子です。今ねまた不思議なことが陸亀内のケージに起きて動画を撮っているんですけど、こちらねベルセオレイリクガメという、湿度が高い系の亀を飼ってるケージになるんですが、ちょっと皆さんこちら見てください。じゃじゃん、これ何？この植物めっちゃ生えてるでしょ。これまあ場所的には湿度が高い亀なんで、こっちはもう湿度いっぱい高いべちゃべちゃのコーナーで、こっちは乾いてるコーナーで分けてて、なんでねここは常に土が湿ってる場所、なおかつ真上にバスキングライトが焚いてる場所なんですね。ここだけに生えてるんだよね。まあだからいかに紫外線ライトから紫外線が出てるっていうのが分かると思うんだけど、まあ、こんな感じでね普段はこうつけてるんですよ、この真下ね。これ本当に何なんだろう。ズームで見ても、何これさ、カメ食べて大丈夫なのかな。もともとの床材から出てきたのか、それともカメたちのうんちから生えてきてるのか、どっちでね、ちょっとこれ調べてみようかな。なんかとりあえず草調べるで調べて、これなんか取ったら素早くわかるみたいな、ちょっと今ダウンロードしてみた。はい、ということでこれできたんでね、ちょっと早速やってみよう。カメラこれで撮ればいいのかな。難しい。これこう、こうでいいかな。待って、本当に言ってるこれ。待ってよ。ちょっと待って。ちょっと待って。トマトだったらこれ抜かないとやばいよね。トマトの葉っぱって食べれるの？え？ちょっと待って。違うじゃん。インゲン豆。何これ、わからん。でもトマトの可能性が高いの。トマトの可能性が高い。うんちから出てんだったら、だってトマト食べてるからね。ちょっと待って、トマトのヘタは毒があって、トマトの葉っぱって食べていいのかな。様子見るしかないし、あんまりやっぱりトマトの葉っぱで食べちゃダメなやつや。待って、じゃあトマトの芽、トマトの、これトマト？トマトっぽいなぁ。ちょっと一回一本抜いてみましょう。あ、でもトマトっぽい。マジ？これトマトだったら食べたらまずいんで、ちょっと抜くしかないですね。いやさぁ、まさかトマトの芽が生えてるなんて思わなかったな。じゃあこれちょっと抜いた方がいいね。危ない。はい、ということでね。まさかの我が家に、トマトの芽が生えているというベルセオレリクガメのケージに。多分ですけど、トマトをよくね、あげたりしてるので、その食べた後の糞が、まあ、土にあって、それが生えたのかな。まさか。そんなこと起きると思わなかったな。皆さんもね、気をつけてくださいね。
構生えてたね。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。皆さんもね、ケージに草が生えてたら気をつけてくださいね。ということで、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、カメマルコでした。バイバーイ。